長瀬連高橋海と金プリはいい。ジップ、目覚ましテレビに乗り換えるっちゅる月終了説の裏に、ジャニー氏の闇ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6月15日放送の、目覚ましテレビ、富士テレビ系、に、 png アンドプスが生出演することが明らかとなった。6月8日放送の同番組は、キンプリの出演について、長瀬恋24と高橋海人24の2人体制になってから初の楽曲、何者を朝の情報番組初、生パフォーマンスしてくれます。目覚まし、オリジナルバージョンの振り付けも披露。注目です、と告知している。 数ある朝の情報番組の中から、初披露に金プリが、目覚ましテレビを選んだ、この対応に疑問を抱くファンが多いという。まず何者はフジテレビではなく日本テレビで放送中の高橋さん主演ドラマ、だが情熱はあるの主題歌である、こと。 日テレで放送中のドラマを PR するチャンスなのに、わざわざフジテレビの情報番組を初パフォーマンスの場に選ぶのは変ですよね。なお、同局のパフォーマンスがテレビで初披露されたのは6月5日放送の CDDV ライブ、ライブ TBSK でしたが、こちらは歌番組という性質上、特に疑問視する声はありません。 女性誌ライター。そして何よりもファンが違和感を抱いた原因は、キンプリとジップ。日本テレビ系の関係性だろう。ジップ。では2018年のデビュー前から、キー・エヌ・ジー・アンドプンス・ギンザ・デバット。から、解決。キー・エヌ・ジー・アンドプンスまで4年にわたってグループの冠コーナーを放送してきた。 さらに、新曲が出るたびに、事前収録や生放送でのパフォーマンスを、ジップ。で行うのもお約束となっていた。それだけに、ジップ。とキンプリの絆は非常に強いと言われている。ちなみに、目覚ましテレビ、でエンタメキャスターをしているカルベマサカズアナウンサー、60、は、何わ男子、氏を公言している。 しかも、それを2022年6月29日放送会に出演していた金プリの目の前で直接話していたことから、ティアラ、米印金プリファンの総称から若干嫌われているところがあるのもファンの間では有名な話だ。近く、富士が先なんて、そんなの金プリじゃないよ、という声まで。こうした、ジップ。 のの関係やカルベアナのプチ炎上が原因でえ、ちょっと待って、キンプリ目覚ましテレビでも新曲披露しかもジップより先に。疑問符いやいや、それはないやろ。キンプリの新曲が出た時に朝の番組で生パフォーマンスするのは今季ツジップだけで、それはデルーの頃からずっともで、キンプリを支えてくれていたジップさんだけの特権だと思っていた。 二人になったキンプリはそんなジップより先に目覚ましで生パフォーマンスするの恩義とは、そんなのキンプリじゃないよ。目覚ましテレビで先にパフォーマンスしちゃうんだ私、カルベさんが、うちは何は推しなんで。で、キンプリちゃんの前で言ったの忘れてないよ。キンプリちゃん笑ってたけど私は笑えなかったし、カルベさん大嫌いになったジップさんにはずっとお世話になってたのに。 順番がめちゃくちゃもやもや、目覚まし花庭ですよね。カルベさんも、キンプリの前で何は張って言ってるのに、というか、米印ジップと、ずっともだったのに事務所恩知らず。と、苦言を呈するファンの声が SN、SNS には多く寄せられている。なお、ジップ。には6月21日に出演することが、キンプリの公式ツイッターで告知されており、関係が途切れたわけではない。 密月関係にあったジップではなく朝の情報番組初のパフォーマンスの場に目覚ましテレビを選んだ原因はジャニー北川氏去年87の加害疑惑が原因なのではないかという声も日テレ局内では話されているようです。そう話すのはワイドショー関係者。発端となったのは世間を騒がせているジャニー氏の闇。 ついて、5月14日の夜に、現社長の藤島樹林恵子氏56が動画で謝罪し、文書で見解を発表したことだという。日テレは翌朝月曜日の15日のジップにてこの件を局内で初めてニュースとして報じたんです。ただ、月曜のジップにはジャニーズ事務所所属の風間俊介さん39がレギュラー出演している。 これが日テレ内で物議を醸してしまったんです。同局ではジャニーズタレントが出演する番組をたくさん放送していますからね。全道、四角ジャニー氏の闇報道の余波がエニか。日本テレビは、時代のザ・鉄腕。ダッシュ、すでに終了したものの嵐の冠番組、嵐にしやがれ、金プリの冠番組、KNG&PINSL などを放送。 さらに夏のち大型特番、24時間テレビ、の歴代メインパーソナリティも、ジャニーズタレントが務めてきた。二人体制になったキンプリに対しても、今夏に新番組、筋トレ、カリ」が控えている。報道局としては社会的に大問題になっているトピックをスルーするわけにもいかない。それで、情報番組ですが、ジュリー社長の謝罪動画の後すぐの、ジップ。 で放送に至ったわけですが日テレ内にはジャニーズから恩恵を受けている関係者が少なくない。そのため、局内で本当にうちでやるんだ、風間さんが出る日だが配慮はあったのかなどなど、議論に発展してしまったといいます。こうしたゴタゴタが起きた結果、今回、金布の新曲、何者は、ジップ。 お酒で目覚ましテレビで披露されることになったのではないかということですね。また、タイミング的には、他局にも売り出したい時期でもありますからね。前でのワイドショー関係者。金プリは5月22日で平野市を26、神宮寺裕太25、岸裕太27の3人が脱退及び事務所からも退場、岸の宮秋退場。 売り出し方を変えていかざるを得ない状況にある。だからこそジャニーズサイドはキンプリを従来の蜜月関係にあったジップだけでなく富士の目覚ましテレビなどにも出演させていきたいのではないでしょうか全道、新生キンプリは蜜月関係の日テレだけでなく富士テレビにも手を広げるということか。ただ今後ずっともだったジップとの関係は変わっていくのかもしれない。 近く、半回帰の口かわいい、長瀬角、ジャグリング集中しすぎで、ポカン顔を披露。ちなみに、長瀬は関西ジャニーズ JR。時代に、何わ男子の西畑大我と大西流れ星と三人で、何わ王子というユニットを組んでいた時期があった。特に西畑とは現在も仲がいいため、カルベアナの、何わ男子、し、発言も、 そこまで気にしている様子はなかった。